今回はね、パンをね、買ってきたということでですね、ちょっと取り直しをしたんですね。ちょっと映り込んでしまったとこもあったんでね。私はさっき言った生まれる前の映像を覚えてて、さっきもちょっと取り直しだから言ったんだけど、パンと話は変わるんだけど、クリーンパンね、今日買ってきたんですね。ちょっと頭ちょっとおかしいんですよね。病院はね、行ってるんですよね。最近病院行ったらね、多いってさっき言ったんですけど、一回取り直してるからね。まあ、外科も内科もね、心療内科も多いです。精神科もね。でね、まあね、子供からね、お年寄りまでね、多いんだけどね、こんな人もおるんだよとかね、学生さんも多いですよ。髪の毛ももう、めちゃくちゃ、もううちなんかも、行った時最初めちゃくちゃだったですからね。とにかく3年間はきつかったですね。まあ、わけのわからん。あれはちょっと、動画で引っかかるから、ポリシーに引っかかるからね、言えないっていうか、言論の自由がないもんだからね、ここでは言えないんですよね。ツイッターではもう言ってるんですけどね、ツイッターは今結構ポリシーは緩いんですよ。もうこのイーロン・マスクさんが買う前まではひどかったですからね、もう本当にね、もう長生きはしたくない。みんながね、やっぱりちょっと気づかない。のね、腹立たしいですよ。鬼滅とかね、カービィとか話してくれるけど、もう他のことは絶対話しないの分かってるからね。私は鬼滅は好きだし、カービィも好きなんですよね。ただいっぱい回るのはそれぐらいなの分かってるんだけど、AI でやっぱ判断されてるからね。回るやつは回るやつと決まってるんですよ。で、そんなのも 分かってるんですけどね。まあ YouTube 自体が AI でできてるっていうのは分かるんだけど、YouTube の本体は Google だからね。でね、デバイスっていうのも大したもんじゃないんだけど、まあね、まあ長くは喋ったらこれ面白くなくなっちゃうけど、まあ今、私も人生も面白いわけじゃないんだよね、別にね。ただね、うちの添加物見ると、まあね、ここの会社がね、まあ、そうね、一回潰れててね、そのパン買ってるとこ。まあね、あまり言ったらいけないけど、山崎なんですよね。そこの、子会社なんですね。パンっていうのはね、大体利益出にくいんですよ。工場働いてても本当にね、ご苦労様って私は言ったんですよね。パンっていうのは本当に利益出ない。だけど働いてる人全然悪くないからね。パンはね、夜も24時間そこはやってるんですよね。でね、パンがこれ落ちた分だけね、トイレも行く暇はないんですよね。で、トイレ行く暇なくて落ちた分もね、また補充して作らないといけないんですよ。で、腰に来てる人もいっぱいおるし、聞いたことないですよね。んで、お昼ご飯食べるね、お金もない。それぐらい安いんですよ、はっきり言うわけね。パンをね、今回パンの会社なんです、はっきり言うから。まあ、パンメーカーは言えないですけどね。知ってるんですよ。美味しいんです。美味しいんだけど、働いてる人は本当ご苦労様しか言えないんですね。ただね、まあ、国がちょっとおかしいんですよ。だけ言うとね、これ引っかかる、ポリシーに引っかかるからね、言えないんだけど、これがね、流れていくんです、パンが。一個一個、これ焼いたやつの。ほんで、落ちた分がね、落ちた分、このパンが落ちるでしょ。まあ、このパンは、パンで、たまに失敗作もできるんです、パンってね。で、落ちた分をまたね、焼かないといけないんですね。その分は、サービス残業なんかさ、知らないですけど、こっちに来てる人いっぱいおるんですよ。トイレ行く暇もない。まあ、そういうものなんですね。働いてる人には本当に感謝しかないですよ。本当に我慢ばっかしてんだろうからね。だから利益は出ないんだけど、どこもね、行くとこないからそこに来てるんですよ、みんな。わけですね。で、さあ、節約して、いっぱいね、取られてるんですよ、6割ぐらいね。みんな取られてるんですよ、だけどね。下手したら今も7割取られてるんじゃないのかなと思うんですけどね。だけど、この国っていうのは、やっぱり通貨発行権あるから、国が破綻するわけなくて、世界一お金持ちなんですよ。借金は世界一だけど、借金イコール財産だからね。通貨発行権あって、お金の国の借金とか、国の借金って何だと思います？みんなの資産なんですよ。
みんなの預金からお金借りてるとか、まあね、みんなのお金からその借金をしてるだけなんでね。鉄道も無料入所とも無料にできるし、あのバスも無料にできます。で、住宅ローンもね、ただにできるんですよ、やろうと思えば。ただね、みんながね、わけのわからん学校に行くからね、騙されてね、ずっとね、気づかないんですよ、大半の人。気づいてる人は気づいてるんですよ。配信でね、結構気づいてる人いっぱいおるんですよ、それこそ。まあ、数千人から数万人はいますよ。だけど、ね、外でみんな言えんからね、配信とかリスナーで来るんですよ、うん。でね、まあそうですね、学校はね、闇深いんですよ、はっきり言わせて。教科書が嘘が多いですから。だからね、私は学校に行ってほしくないってよく言って、ネットではよく言ってるんですけどね。まともな教科書なんてないですからね。まあ、気づくのに何年かかるかわかんない。だけど、まあ、何だったかな。坂本龍一さんが言ってたかな。これには時間がかかると。だけど、時間かけてる暇もないんですよね。もう友達やってる暇はないんですよ。だけどね、まあ、ツイッターしか、まあ、使うとこないからな、YouTube はちょっとポリシーしか書いちゃうからね。だから言いたいこと言えば山ほどあります。言いたいことあれば30年、いや40年分ありますよ、100年分、ね。まあ、下手で100年分あります。うん、まあ、120年ぐらいあるかな、明治維新から嘘だから。だけどみんなね、やっぱりちょっと、頭がちょっとやられてるんで、いや学校で習ったのが正しいとか、やっぱそう思ってるんでしょうね。まあ国が言うのが正しいとか。まあ信号が赤や黄色、青とそれで一緒ですよ。赤と黄色と青の部分は反応するんだけど、それ以外になるとね、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あと耳塞ぐかどっちかなんですよね。まあそういう風にできてるんですよ。学校でね、先生が言うとね、聞くんですよ。こっちを見なさい。こっちを見なさい。で、こっちを見たらダメよって。言うんだけど、そしたらみんな聞くようになるんですよ。疲れちゃうのと怒られちゃうっていうね。で、お家だとね、聞きたくないから聞かない。なんかそれがね、まあ、まあ宗教と同じですよ、はっきり言うと。うん。まあ、YouTube のポリシーと同じね、はっきり言うと。うん、うまく言うと。なんか外行ってる人がね、まともと思ってるわけないんですよ。隣の人もみんなそうですよ。1段目 の, その生まれた時からね、変な母子手帳が始まってるんですよ、まだね。うん。だけどみんな気づかないから、まあね、苦労がビビだとかね。うん。でね、いじめをやってたやつがね、先行先制したりするんですよ、大体コロナ禍でいうのはね。私はね、学校に行かない方が、子はね、正しいと思って、その親も正しいと思ってるんですよね、はっきり言うと。学校は加害者を守るところだったりね、まあ、会社もそうですよ、加害者を守るところですからね、うん、何でもコストコストって言ってるけど、日本人は金持ちなんです、本当は知ってるけどね。まあ、日本のね、財産は、ね、2000兆円ぐらいあります、はっきり言うと、うん、でね、内部留保は500兆円以上あるんですね、はっきり言うとね。で、すればするほど金は湧いていくけど、まあ、すりすぎたらさ、価値なくなりますよ。それはね、限度があるってね。まあ、でもそう、限度がある。だからみんながその生きてるもの、人数分は出せるんですね。国がね、破綻するってことはありないんですよ。だって、通貨発行権ある、自分の国から発行できるんだから。んでね、人が住んでる間は破綻しないんですね、はっきり言うと。うん。よくね、破綻破綻とかね、メディア言ってきたけど、破綻なんかしないですね、言っちゃ悪いけどね。で、若い時にお金をね、たくさんやった方がいいんですよ。なんでかというと、若い時にも会社なんか行く必要ないですよ。やりたいことやらせたらいいんですよ。30でも40でもいいんですよ。うん。もう年取ったら何もできなくなる。それね、配信者の誰かが言ってたら、本当その通りだなと思って。そもそも20代でも仕事辞めるって言ってるんだけど、正しいですよね。うん。ただタイミングを測ってるから今はできないねって分かってるんです、その人もね。私もそこにリスナー言ってるけど、今はせん方がいいんじゃないかなという私言う国で、まあ、俺も分かってるって言ってたんです、それね。ただね、夜中の全体の人がちょっと頭おかしいの知ってるんですよ。で、そこにいるリスナーさんは、まあ知ってるんですよね、他にもね。多分、総計でいくと数十万人はいるんじゃないかなと思うんですよ、知ってる人はね。
だから外では黙ってやってるだけなんですよ、はっきり言ってね。だけどね、そうそう公然とさんって声まずいですよね、うん、あの自分でやりたいことやるんじゃなくて、そのゲームで言うと、まあそういうことですよ。ゲームでしか言えない、ソーシャルでしか今こっち言えないね、ポリシーに引っかかってね、多分消されると思いますけどね。私の私あた一回ペナルティー食らったらね、1週間ぐらい、まあ YouTube ねアップロードできないですから。この前ね、メールで削除されましたって時にね、まあそう書いてあったんですよ、うん、多分ライブ配信してもね、多分引っかかる部分がいっぱいあるから、あの言えるやつと言えないやつありますよ。言論の自由がないもんですからね、何にもないですよだからないとこにライブ配信ちょっとできないなと思った。うん、日本って憲法があるんだけど、憲法は全く生きてないですよね。生きる権利、基本的人権の尊重、知る権利だけ何一つね、ないですよ。このアプリに関してもそうです、何もないですよ。でよくね、あの黒塗りで出すでしょ。で黒塗りで知る権利は行使されてないでしょ。だけど本当に違反なんですよ、あれは。だけどみんな接して毎日生きてるのに、車で走ってる車がいっぱいおるよ。我慢してる人もおればね、お金をただでもらってる人もいるんですよ、知ってるから、うん、まあ不合理な世の中ですよね。中は私は私の代で終わりたいって言ってるし、私もね長く向きたくないんですよ、あっという間にね。もう明日でも生きたいなと思うぐらいね、もう疲れてるんですよね、言っちゃ悪いけど、うん、YouTuber まあ伸びなくてもいいんですよ別に、もうはっきり言うと。やりたいことをやったからであっただけの話で、ポリシーに引っかかったから、まあ怒ってるだけじゃなくて、まあ言いたいことが言えないっていうね、まあ、それ今高橋さんじゃないけど、言いたいことが言えないこんな世の中はポイズンってあったでしょ。まあそれなんですよ本当に。だからあの自由であって自由じゃないってことね、箱庭におるのと同じね、この地球っていうのはね。でお家も狭いんですよね、あの箱庭と一緒ですよ、はっきり言わせてもらうと。で俯瞰してみるとね、大した世の中じゃないんですよ、この世の中にね。山とかどかなり高いとこから飛行機でもいいんですよ、飛行機もまあいいと思うけど、高いとこから見ると人間で本当大したもんじゃないですよ、はっきり言ってね。まあソーシャルもね、次元が低いんですよ、はっきり言ってね。画面で見るものの中だけで生活しているだけの話ですね、はっきり言うね。まあこの教科書もそうですよ、あのページめくるだけでノルマあるだけですからね。まあクラス外にも裏があるの知ってるしね、あのそのバランスをとってこのクラス持ちたくないとか絶対あるんですよ、整備で昔やってましたからね。うん、私は学校に行ってほしくない。学校もねすごく狭いんですよ、コンクリートの刑務所みたいだったってこんまいたでしょ。トイレは汚いし、ね、トイレのいじめもあるんですよ、はっきり言うと、うん。で、俺は私は受けてきたから子供にも大丈夫とかね。まあそういう人間のね、わけのわからない心理学があるんですよ。でね、死んだ人には子供にはね、あしらね、私っていう感じ。それだけなんですね。ね、先生もやることいっぱいあるんですよ、やること多すぎてね。もうね、暇がないんです。だからね、こうなるんです。だから私が食いてほしくないんですよね。加害者、あの被害者は守られないですから、この社会はね。会社でもそうですよ。あの誰か配信者怪我してたんだけど、あの労災はまだ出すなってね言われてたんですよね。で手は怪我してる、でね、ちょっとプロじゃない人がいっぱいね、フォークリフトがおかしいんだけど、だけど、ね、怪我したけど労災はまだ出すなって言われてたんですね。あの嫌味を言われるんですね。あ、ちょっとおかしい世の中なんですよね。それでもみんなさ、毎日同じ時間に出社してさ、同じ時間に帰ってきて、それを繰り返して疲れてもう夜寝るだけだから気づかないんですよ。本当にね、みんな仕事辞めてニートでもいいですよ、あの保護でもいいですよ、孫どれもらえるか知らないよ。まあよくね、まあそれでかそれか有給使って調べた方がいいですよ。会社なんかにね、あの尽くしてもね、何も残らんですよ、はっきりしてもらうけど。
今までがずっとそうだったでしょ。振り返ってみたらいいでしょ。動画もいっぱいあるんだから。うん、昔の動画でね、あるんですよ。あの、朝3時からずっと働いてる人いたんですよ。あの、家族でね。で、子供は内職させられて、これ日本の話で。足踏みで、電動がなくて足踏みでずっとやってたんですよ。それは昭和30年ぐらいだと思いますよ。で、町工場なんだけどね。あの、もう一個作って1にもならないんですよ。だけど朝3時から足を踏まないといけないでしょ。足もね、おかしくなりますよ。朝から晩までそれを踏み続けないといけないんだからね。どうしてその後に構成本を設けたのかっていうね。これね、ちょっとね、人間の論点なんですよ。おかしいんですよね。先祖代々っていうか、先祖もどっから始まってるのかわかんないですよね。明治維新の前はちょっとね、違ったんですから。うん。本当に江戸時代だったのかも、ちょっとね、疑問になってるんですよ。今、世の中はね。江戸時代っていうあったんか知らないけど、あの時もね、遊郭ってあるでしょ。鬼滅の刃で遊郭編ってあるでしょ。まあ、そう、まあ人間をその、そう、体で商売してたっていうことですね。まあ今の立ちんぼと一緒ですよ。それがね、このね、200何年間、300年間続いてるのもあるんだけど、本当にそんなね、時代あったのかもわかんないですよ。その前にタルタレア帝国ってあったんですけど、タルタレア帝国っていうのが、名残がね、今も日本にもあるんですよ。明け言わせてるからでね。外国にも凱旋門とかあるでしょ。ドイツとか。で、ピラミッドとかね、見ろなんですよ。だけど実際はね、あの時代それで人間が作ったっていうけど、今の時代では無理なんですよ、飽きると。まあ、ね、人間、もっとでかいのがいたんですよ。進撃の巨人の本を見たらいいですよ。まあ、あれにちょっと近いのがいたんですよね。うん。まあ、たまたまテレビで映ってしまったのもあるんだけどね。うん。まあ、それはね、みんな陰謀論とかね、まあ、都市伝説でいいですよ。それ言わんと多分ポリシー引っかかるだろうからね。まあ、それしか言わないんですよ。まあ、ソーシャルの方では結構広がってるんですよね。まあ、それを調べないと出てこないし、そういうのがね、AI とか IoT じゃなくて IoT、AI とビッグデータでは出てこないですからね。あとはみんな陰謀論で生きていけばいいんですよね。で、私は陰謀がもう目覚めてるから、陰謀じゃないの分かってるからきついんですよ。うん、ね、それを避ける方法とかね、今の線状降水帯が、ね、昔はなかったけど、いや、それは昔かあったよ時ね、やつもおるんですよ。だけどないんですよ、はっきり言うと知ってるけど。私はね、生まれた時が古いからね、知ってる。なかったです、はっきり言うと。うん。でね、人口のね、あれも、実験の動画もちゃんと残ってます。岐阜県のやつでね、ちゃんと YouTube で私は Twitter によく上げてるんですけどね。あの時はちゃんと出してあったんです、人口のあれ、揺れるやつね。うん、あれはね、プレートとか地層のなんたらかんたらって言ってみんな言うでしょ、陰謀論で。だけど人工のやつちゃんと実験してるやつね、動画ちゃんと残ってますよ、昭和の古いやつでね。だけどみんなそれを信じていかないと生きていけないかったから、そう今も言ってるんでしょうね。だけどその証拠がちゃんとあるんです、動画に残ってるんです、ちゃんとね。人工のまあ人工でできたね、地震ですよ。ポリシー引っかかるかしら、ありますよ、はっきり言うと。私、1日2回乗せてますから。みんながね、ちょっと頭変だからね、証拠があるのにないって言われてるんですからね、ちょっと腹立たしいですよね。いや、それをね、避けるためにこっちはね、いや、防災のね、準備とかしたりするのもおかしいんですよね。まず、その元を取らないきゃ意味ないんですよ、ね、元を。で、本当にそれで元がなくなった状態で揺れた時点で、自然の地震だって言ってほしいわね、それだったらね。うん、元を取らないと意味ないんですよ。うん、それでは、いや、昔からあったよ、学校でこれ習ったよって。いや、それは違うよって、合ってませんよっていうことね。うん。まあ、コロンビア大学もね、それはないって言ってるんですね。東北のあれだってね、ちょっと、まあ、シェールガスのあれでも、まあ、論文出てんだけどね。まあ、みんな興味ないでしょうからね。うん。まあ、人間って結構レベル低いんですよ、言っちゃ悪いけど。私だって頭悪いですよ。だけど、証拠があって言ってるんですからね、これ。証拠がなかったら私だって言わないです。はっきり言うと。うん。他のことに関しても証拠があるから言うんです。それだけです。文字だけだったら私でも信用しないですから、はっきり言うと。文字だけだったら誰でも書けます。うん。証拠のね、形とかね、あるんですよ、ちゃんと。だけどね、家族に言ってもね、人に言っても通じないんですよ、これね。
脳が赤、白、赤、まあ、青とかね、その学校で習った通りとか、メディアで言った通りしかね、国が言った通りしか脳が反応しないようになってるんですよ。うん、まあそれが、まあ、まあ言っちゃ悪いけど宗教みたいな世の中なんですね。まあ大変な世の中ですよ、日本にこう人間社会っていうのはね、面倒ですよ、はっきり言うと。うん、はっきり言うと動物よりも低いと思いますよ。犬とかね、犬でもね、仲間が死ぬとね、ちゃんと穴掘るんですよ。ほんでね、ちゃんと埋めるんですよ。鼻で埋めるのかな、掘るときは手で、前足で掘って。で、なんで埋めるか知ってるかというと、まあ、仲間を弔うための死んだ犬をね、埋めるんですよ。で、病原菌が出てこないように埋める。それ2つ入ってるんですね。だから犬の方がちょっと上ですよ、はっきり言わせてもらうとね。人間はね、ただ学校習った教科書通りしか生きてないですよ。で、わけのわからん納税とか、ね、わけのわからん、ね、こじつけみたいなものしか脳に入っていかないですから。まあね、犬とか動物にはテレビとかないですからね、一番いいですよね。人間はもう生まれた時からね、おかしいとこにいるんですから、まあ、はっきり言うとね。まあ一番頂点ではなく、力で頂点だったっていうだけ、科学で頂点だったっていうだけですね。で、ゴキブリはね、IQ が200あるんですよ。飛ぶ時にしかもうほんと出てこないんだけどね。で、ゴキブリがね、すごく進化するとに人間を超えていきますよ。IQ200 なんだからね。ただ、ゴキブリは小さいから、なんだ、そういう、能力がただないだけなんですね。で、ゴキブリホイホイ、ゴキブリはね、よく、殺虫剤で、死ぬでしょ。あれね、フェロモンでやってるんですよ。だから気持ちよく死んでるんですよね。気持ちよく、まあ、エッチな話じゃないけど、狂って死んでるだけなんですね、あれば。うん。ゴキブリがね、進化すると人間より本当に上になりますよ。そういう映画も出てましたよね、昔ね。そう、そんな前じゃないだけど、昔っても1、2年、いや、4年前だったかな。映画になってましたよね。ゴキブリを他の星に送ったらすごいことになったっていうね。あれ実際になりますよ。だって IQ200 あるんだから。人間の方が低いんですよ、IQ は。まあね、だけど、アリとかね、アリもすごく頭いいですしね。まあ虫とかの方がね、頭いいですよ。動物の方が。人間の方がおかしいですよ。はっきり低い。だいぶ低いですね、だいぶ。それも自作自演でどんどん死んでいってるしね。まあ言えないけどね。だけど、そうなんだ。そうなんだ。ああ、そうなんだ。かわいそうに。それだけですよね。まあ特にね、世界で日本人が一番冷たいって言われてるんですよね。ネットでも言われてる。私もわかってますよ。日本人は結構ね、冷たいんですよ。おはようございますとかね、どっかね、コミュニケーション取るんだけど、ちょっと話が合わないとね、ちょっとずれていくんですね。でね、誰かが倒れても助けるように見るけど、助けない人の方が多いですよ。でね、日本って結構、世界で結構冷たいって言われてますよ。うん。あったかくはないですけど、冷たいんですね。で、お金とくっつかないとね、ビジネスくっつかないとね、あと変な宗教でくっつかないとね、仲良しにならないですよ、はっきり言うけど。それはもうね、有名ですよ、ね。まあ、世界一恥かもしれないね、日本はね。もうバレちゃってるけどね、世界的に恥やっていうか。まあ、ジャニーズの承認愛で全部バレちゃったね。だけどあれは皮切りにね、まあ、言能全部こずれていくと思うんだけど。まあ最終的にどこに行くかもう答え出てますよね。うん。だけど知らない人はみんなパニックを起こすだろうし、私もパニックを起こすだろうね。全部壊れていくんですよ、これから。うん。まあ自分で頭で作り上げたのを壊れていくのがね、今ちょっとずつ始まっていますね。ちょっと遅すぎるけどね、3年遅れちゃったね。うん。まあうまくいけばこれもね、ポリシー変わるか、まあ買い取りされるのは言わされますけどね。まあ言っちゃうけどね。まあよかったらチャンネル登録とグッドボタンね。パンの話をずれていったけど、まあ、載せて、まあ、ポリシー引っかかったら私はちょっとしばらく1週間はね、載せられないと思います。では。